シナチベット語族シナ語派中国語クレ語クレ語、または語越語はシナチベット語族、シナ語派の言語の一つであり、語越民系に使用されている言語である。主に中国の南部で使用され、上海市、浙江省の大部分、江蘇省南部、安徽省南部及び、江西省、福建省の一部で話される。クレ語の主要なグループには、泰語グループ、王侯グループなどがある。北部が漢和区と直接接しており、西は呉区、南は呉区に接している。上海語と蘇州語が代表的な北部クレ語とみなされる。地形や歴史的事情により、クレ語の大きな特徴として、異なるグループの違いが非常に大きく、ほぼ会話が通じないことにいる。1991年の調査によると、クレ語の話者は8700万人と、母語話者数が、世界第10位である。中華圏においては、漢語に次いで話者数の最も多い言語であり、越語よりも話者数が多い。しかしながら、標準語の普及運動により、現在、その言語は伝承の危機に直面しており、母語を使用できない、クレ語区の子供が非常に多い。シナ語派及び、中国以外の漢字語を使っている、諸言語の中で、クレ語は、中古漢語の濁音子音を体系的に保存しており、かつ、濁音、無機声音、有機声音の三者定律を保っている、唯一の言語である。民進時代のクレ語の通用語は、蘇字路であり、蘇州弁白話に近いが、クレ語文読みの特徴を持つ、総合的な共通語である。しかし、近代になってからは、通用語は、上海弁に変わった。クレ語の語彙と文法には独特な特徴がある。例えば、クレ語で書かれた小説、海上下列伝は、クレ語話者以外はその深い内容と意味を理解することが、ほぼ不可能であろうと考えられている。クレ語と現代漢語の違いが非常に大きく、会話することがほぼできない。クレ語には、主な分子が3つある。北、南、西の間、お互いに理解することは難しい。泰語編北クレ語は共通度が比較的高く、同編の異なる地域の話者同士がほぼ不自由なく会話することができる。以下のように6つの型に分けることができる。北クレ語南クレ語西クレ語古代、クレ地域の住民は百越族であった。中国の部族が南下し、古代中国語の中の語越の土着言語が古漢語の影響を継続的に受けて徐々に古代クレ語が形成されていった。元時代末期から明治代初期にかけての南村落録はクレ語文学の音形を記録する初期の民間文献である。秋尾の氷毛流が編集した山歌を見ると当時のクレ語の語彙、文法が基本的に今日の輪郭を形成していることがわかる。春秋戦国時代、中国南部にはクレと古市という二つの国が誕生した。クレと古市は二つの国でありながら、同じ言語と習慣を共有していた。春秋戦国時代、クレや古市の言葉は、中原の言葉とは相入れないものとして、野蛮人とされていた。現在のクレ語は、古代の古市語とは異なり、古市語は東泰語族に属する言語で、クレ語は漢語族の言語です。この二つの言語は、性質も起源も異なります。やがてスワイの国が長江に沿って下流に拡大していく過程で、呉も古市も滅び、その言語がこの地域に入ってきた。クレ語は、秦や漢の時代に着実に発展した。秦や漢の時代、軍ができて軍隊が駐屯するようになると、移民は主に、クレ、海族、万嶺、シュゲルレーなどの重要な町に定住し、言葉もこれらの場所を中心に発展していた。陸朝時代は、クレの言葉が定着した時代です。三国志の時代には、孫権が孫悟空を建国し、クレ語圏である高等が政治の中心となった。クレの言葉が話されていた高等の人々が政治の中心となり、江南の人々はクレの人々と呼ばれた。クレの人、クレの言葉、クレの方言、という概念が初めて形成された。この頃、建業周辺はまだ純粋なクレ語圏であり、南朝の音楽院ではクレ語で歌われ、典型的なクレ語の歌詞、和詩が保存されていたのである。また、南北朝時代の中国英語は日本語に大きな影響をもたらしていた。漢字の語音、南北朝時代の5世紀から6世紀にかけて、南方から直接、あるいは朝鮮半島を経由して日本に伝わったと一般的に考えられている。南朝は現在の中国の揚子江の南側の地域に相当し、首都や支配の中心は揚子江デルタ、つまり呉の地にあった。語音は日本語に溶け込んでいたので、古代には和音と呼ばれていた。後ほどの唐の時代の長安漢語の漢字音を基準にして、漢と呼んだため、他の地域、特に長江以東の地域の音を語音と呼んでいた。現代語音と呉語には共通しているところが多い。例えば、箱母井口あざは、語音と現代呉語の大半の地域での子音は W だが、現代漢語では H が多い。ひ母あざは、語音と現代呉語の大半の地域での子音は N だが、現代漢語ではほぼすべて R である。隋の時代、揚州の経済的、文化的な発展を成し遂げ、煬帝もそこで呉の言語を習得していた。当時、呉語が使用されていたのは、淮河流域に限られており、淮南を呉越と呼ぶことが多かった。また、唐代の韻文集にも呉語の記録が散見される。例えば、和に綾の漢髄補欠説韻には、広白丹、太もも、尾と運があり、蘇州では、今でも、足のこと、と呼ばれている。唐の時代は、国が安定して繁栄していたため、呉語の定着と文化が進んだ。開けなぎさ、甲斐の時代になると、呉両言語の境界がはっきりしてきて、語の形成と定着が見られるようになる。宋の時代には、呉語は統合されただけでなく、現在の北辺と南辺の対立をほぼ形成した。成功の乱で、宋室が南に渡り、中国北部からの移民が大量に広州に入ってきたため、広州方言は漢語の訛を帯びるようになり、白読みが大量失われ、周辺の呉語との違いを開いた。蘇州の経済と文化は徐々に発達し、民進の時代には全国に影響を与えるほどの繁栄を遂げた。呉の話し言葉は、兵武支流が編纂した山歌などの文書記録に現れている。最初の9巻は呉語で書かれていた。呉の方言は他にも、兵武支流の巫女と針足した雨の感謝記、兵武支流の墨、人志定本伝記、李句の清忠譜などに見られる。明朝末期の中国では、呉語を話す人が人口の2割を占めていた。当時の呉語の話し言葉を記録したのが、呉語小説、道上の湯です。清朝末期から中華民国初期には、海の花の伝説や、九尾の亀などの蘇白小説や、呉歌集などの民謡集が数多く出版されました。古代の書き言葉は文言だったが、清朝末期に海花伝は初めて漢文と呉語の両方で書かれた。やがて西呉語を話す地域は太平天国の乱を受け人口を失ったため公和漢和に変わった例が多い。中華民国時代に入ると上海が都市として発達し、蘇州弁に代わって上海弁が呉語の代表的な言語となった。また、や、伝のように、呉語の話し言葉で書かれた本もある。しかし、国語が普及し、学校でも国語で授業が行われるようになると、その影響力は低下していった。今、呉語の存続はかつてないほどの困難に直面しています。現在の中国大陸では、広し通話の普及政策が常に、言語の存続を抑圧しており、しかもかなり多くの人々が呉語を重要視していないため、使用者が減り、使用範囲が狭くなっているのである。政治的な価値があるために大事にされていた広東語や閩南語、あるいは北京語に近い北部の漢和とは異なり、呉語の価値は長い間重視されていない。呉語は1990年代から放送やメディア、社会サービスでの使用頻度が低下していき、これは、ほとんど、呉語の言語教育を受けていない現地の子供たちや、外地人が多数を占めていたため、一般の人々にとって、暮れ後での番組やサービスが受け入れられなかったことが原因となる。広通話政策は中国語の代わりに暮れ語を使うことを禁止するものではなく、学校での暮れ語の使用を厳しく制限することで言葉を理解しない、あるいはその存在さえ知らない若い世代を作るという狙いであった。このアプローチは安楽死の戦略とも批判されている。現在、浙江省北部、上海、甘肃省南部を中心とした暮れ語圏は縮小の危機に瀕しており、人口の半分は北京語しか話せない。また、これらの地域の若者の半数以上が暮れ語でのコミュニケーションを全くしていないという調査結果も出ている。浙江省の南暮れ語、西暮れ語もどんどん弾圧されている。何かの対策を講じなければ、近い将来、元々の世界10位の話者数を持つ暮れ語が絶滅に陥ってしまうことが起こりうるであろう。地方によって発音がかなり異なる場合があるが、大抵の場合、対立関係が一緒なので、同じローマ字で表すことができる。下の発音は、主に北暮れ語の主流の発音を準拠としている。単字調連続変調暮れ語が話されるとき、文、またはフレーズの最初の単語だけが元の調を維持し、それ以降の単語は最初の単語の調と話し手が伝えたい意味によって連続変調で変わる。このような変化現象は広範囲にわたっており、つまり文、フレーズ、単語といった音声の単位を超えている可能性があるため、公式連続変調と呼ばれています。これは、これまで不均一だった音調を平坦にすると同時に、単語やフレーズの中の単語間のつながりを強め、全体として見えるようにする傾向がある。ありがとうございます。